ロンドン大学シティ校は、マーガレット・サッチャー、トニー・ブレア、クレメント・アトリー、ハーバート・ヘンリー・アスキスといった、元英国首相や、マハトマ・ガンディの出身校でもある。同校のジャーナリズムスクールは、英国最大規模を誇り、BBC や A 高級誌などで活躍する数多くの、ジャーナリスト、ニュースキャスター、報道記者、編集者などを輩出している名門である。ガーディアン氏のマイケル・ハン氏は、 カーディフ大学のジャーナリズムスクールと共に、同校をジャーナリズムにおけるオックスブリッジと評している。ファイナンス、ビジネスの分野でも強く、同校のベースビジネススクールは英国を代表するビジネススクールの一つである。ロンドンの中心地に位置し、プロフェッショナルを育てる目的の職業訓練的なコース、パートタイムのコースが多く開講されていることもあり、働きながら通う学生も多く、 学生数全体の約半数が大学院で学んでいる。1894年にノーザンプトン研究所として創立され、1966年に大学となり、シティ大学の名前が付けられた。2001年インズ・オブコートスクールオブロート合併。2016年9月にロンドン大学に加盟し、現在の公明であるロンドン大学シティ校となった。のメインキャンパスは、 セントラルロンドンエリアのイズリントンにある。最寄り駅はエンジェル駅。その他のキャンパスはシティオブロンドン及びホルボーン、スミスフィールド、そしてロンドンのホワイトチャペルエリアにある。シティは以下の5つのスクールで構成されている。シティは160年以上の研究の歴史を持ち、卒業生の就職率及び給料は一貫して高いランクにある。シティは特に法律。 ジャーナリズム、ビジネスファイナンスの教育における高い知名度と評価を得ている。シティのミッションは、教育、研究及び知識のビジネスへの移転、及び専門性で、ロンドンを主導することである。シティは、MBA 協会、X 及び EN、Universities UK の所属メンバーである。Financial Statements for 2ファイナンンフイ31 j u 2013。シティ u n i v e r s ロンドン P19 2014年4月9日閲覧 ABCH e スチューデントインドルメンツバイ H e プロバイダードミサイルレベルオブスタディモードオブスタディファーストイヤーマーカーセックス閉鎖2018年5月7日閲覧 What'sthepassporttojournalism ザドリーミングスプレイヤーズオブ ER シティユニバーシティ ザ・ガーディアン、二千二十一年四月十四日閲覧。二千七年十月二十二日時点のオリジナルより、アーカイブ。二千二十一年四月十四日閲覧。メディア・スタディズ、ドゥ・ユア・セルフ、エーフェーバー、ホーゲット・イット。ザ・ガーディアン、二千二十一年四月十四日閲覧。アナザートップファイブランキング、フォーシティ・イン・ザ・タイムズ、グッド・ユニバーシティガイド。二千八。 シティ・ユニバーシティ・ロンドン2007年8月16日、閲覧。ユニバーシティ・ストラテジー。シティ・ユニバーシティ・ロンドン2009年6月15日、閲覧。ありがとうございます。